お知らせいたします。 B マット65メートルの試合は赤コーナー紫徳丸高等学校萩原山本選手のテクニカルフォール勝ちでした。
青コーナー玉名工業高等学校井出田武美選手の試合を行います。試合の結果をお知らせします。 D マット 61kg 級の試合は赤コーナー八戸工業大学第一高等学校関下幸喜選手の判定勝ちでした。続きまして D マット試合番号71番 65kg 級赤コーナー四日高等学校有原博人選手対青コーナー岡山北高等学校池端修理選手の試合を行います。試合の結果